抜け。あー盗まれた。いや取れるか、取れないか。お前何の音、何の音、何の音、こわこわ、何の音、こわ、今宇宙人が来た京セラドームに、何の音今、こわ、ギュイーンギュイーンって何今の、こわ、こわ、急にこわ、外になっています。インサイド落ちました。これはどうか。うーん、梅ちゃん必死。すっごい、なんだこのプレー、なんだこのプレー大賞2022だけど、なんかぐちゃぐちゃしてたな今。走ろうか。絶対二遊間ゴロ取れるだろうで、ツッコミワンポイント入って、センターはよトレアにワンポイント入って、梅ちゃん三塁まで行くんかいで、もう全部で3つだったな。ツッコミポイントがまだまだあるかもしれません。おっとっと、まあ、正直このトレードはね、あんまりあんまりその盛り上がるトレードじゃないけど、そう、前回の終わりにね、中継ぎ陣をね、正直強くないよ、正直強くないけど、楽天枠誰かトレードしたいなっていうのと、あとちょっと中継ぎで250以上の選手をなんか入れたいなって、別に敗戦処理でもいいから、なんか中継ぎ250以上で固めたいなと思ったから取ったんよ。で、ヨーカは多分使う機会ないなって思ったから、ヨーカと差しでトレードできるやつって探したら、もう福山が限界だった。サブちゃんが、まあ、俺はね、サブちゃんが頑張ってた頃知ってるからね。まあ敗戦処理がメインかもしれないけど、敗戦処理とかビハインドがメインかもしれないけど、サブちゃんにね、サブちゃん俺は期待してるから、頑張れ頑張れって。マジでウィルカーソンダメやな、もういいわ。ウィルカーソン頑張ってたやん前半戦は。なんでその優しさできねえの、コナミは。プロ野球スピリッツはさ、後半は打たれたけど前半戦は頑張ってたやん。一丁前日本語喋れないウィルカーソン。ウィルカーソン6回ノックアウト、試合作れず責任感じてます。よう言うわ。